1910年の中華帝国の地図。薄王職部が満州、モンゴル、トルキスタン、チベットシナ分割論とは、ギワダ団の乱や侵害革命で混乱する品情勢を背景としてアフリカ分割を模範として欧米列強を呼び、日本が中国大陸を分割して植民地化、もしくは中国大陸に 複数の国家が存在する状態を固定化させることで中国及び周辺地域の安定化を図ろうという主張のこと。対立概念はシホ保全論。中国を分割する列強諸国和編戦争以来欧米列強を遅れて日本が中国の反殖民地化を進めてきたが新朝は近代化に挫折したまま1911年に 新外革命が発生して倒れ、さらに、新外革命による、共和政治立も、結果的には、軍閥主導の北洋政府が支配する河北と、中国国民党が支配する河南に分裂したことで、欧米や日本の知識人の間には、中国人には、近代的な政治能力は、持っていない。中国情勢の混乱が長期化すれば自分たちの、利権や、 在留時国民の安全も脅かされるという観点から中国大陸を分割すべきであるという主張が現れるようになった。特に中国と地理的に近い日本では日清戦争、日露戦争の勝利と韓国併合によって対外的に自信を深めていたことに加えて先の 改変隊の際に何も手を打たずに帰って国を閉ざしてしまった江戸幕府への否定的な感情もあり、この議論が大いに盛り上がったのである。中島忠氏坂巻定一郎日本においてこうした議論の先駆を成したと思われるのが、1912年に出された中島忠氏の品分割の運命と翌年に出された坂巻定一郎の品分割論であった。 中島は著名な感学者で、中国経験も長い人物であったが、彼は中国こそがアジアにおける腐敗予託の病巣で、あると何時、現在の戦争も共闘意識の延長に過ぎないと論じた。その上で、ロシアが満州、イギリスがチベット、フランスが奇州、雲南から浸透する前に、日本も南満州鉄道をてこにして、南満州から河北を抑え、 淡い奥ばチャンス、石膏に進出すべきと説いた。もっとも、中島自身は死な分割自体は、日本の将来にとっての役運であり、列強が分割に動いた時に乗り遅れないことに、主眼を置いている。また、先に亡くなった、伊藤博文の外交政策を、日本のカニ道であるとんじている。坂巻の説も、基本的には、 中島と同様で、列強が分割に乗り出した際に乗り遅れることのないようにすべきとするものであった。彼は、遠征外は皇帝の器ではなく、中国人に共和制などできないので、孫文も失敗に終わると論じ、遠征外、孫文、症状による三国時代の再来の可能性を論じ、これに乗じた列強の中国侵略の可能性に言及した。 内藤コナンその中で大正時代の大正3年に東洋史研究の歴史学者の内藤コナンが出版したシナロンは大きな反響を呼び学問的な影響を広めた。出版物のシナロンの影響でシナ分割論が一大ブームを呼んだ。東洋史学者として名声を博していた内藤は日本の明治維新の成功を日本の市民階層と言うべき。 商工行走を明治政府側が掌握したことが大きいとして、孫文の失敗を中国の市民階層と言うべき共闘、不老の関心を買わなかったことが最大の原因であるとした。さらに講演部、高層議の議論を引用して、中国には強力な中央政府は不要で、軍閥の分割統治による連邦共和制が最も妥当な線であると述べ、漢民族は、 世界の労働力として貢献すれば、将来において、十分発展できるのであるから、国家としての中国の発展は別問題とすべきで、あると論じ、暗に、漢民族に統一国家は不要であると述べたのである。山地愛山一方、1916年に山地愛山は、内藤説に反論した、シナロンを執筆し、共闘、不老を、 中国の市民階層とみなす内藤説を否定して、中国に市民階層、中流階層が十分育っておらず、また長い間中国のみで彼らが知る、全世界が構成できたことが、民衆において権利に対しても国家に対しても自覚が、乏しいことが、中国において革命が進展しない、原因の最大のものであり、孫文の考えには、好意的であるものの、 時代的にあまりにも早すぎて、その行動は単なる、吠える犬に過ぎないと批判した。その上で、庶民が自覚して、次第武装と対立するようになるまでは、皇帝政治を継続させてでも国の統一を維持する、必要があり、それが、共和革命実現への早道と論じ、分割論を牽制している。だが、万門進出の動きが、 盛んになるにつれて、万蒙を中国から分離して、日本の勢力圏に置こうとする、死な分割論が、盛んになり、満州事変、日中戦争と進展していく中でたびたび、論じられるようになっていった。作家である、中島敦志のおじである、ありがとうございます。